はい、アポロです。こんにちは。今日はですね、いつもとちょっと環境を変えて撮影してるんですけど、今ですね、僕家に一人で、通常ですね、このソファーで撮ることってのはないんですけど、妻が赤ちゃんね、次男連れて息子を学校に迎えに行ってるんで、今のうちにちょっとね、たまにはこういうアングルで撮ってみようかなということで撮ってるんですけど、今日はですね、本物の見分け方というですね、話をしていきたいと思います。なんていうんですか、ネット上にはいろいろ情報発信をしている人がたくさんいると思うんですけど、一体誰が本物なんだみたいなね、ことってわからない人が多いと思うんですよ。で、最近ですね、YouTube 界隈でもすごく騒ぎになりましたけど、いろんな人が、要するにハリボテだったというか、偽物だったっていうようなことが悪事がバレたりとか、本物じゃないのに本物ぶってたみたいなね、こともあるし、そういう人は一人じゃないですよ。複数いて、ね、一体誰を信じればいいんだみたいなことがあると思うんですけど、それについてね、僕なりの見解を話してみたいと思うんですけど、まず一番最初に、知っておかないといけないというか、気をつけないといけないのは、表面的なもので判断する人っていうのは非常に騙されやすいので、それは気をつけた方がいいです。表面的なものって何かっていうと、例えば、実績とかですよね。こんだけ稼ぎましたみたいな実績とか、あるいは例えばツイッターとかだったらフォロワー数とかね、チャンネル登録者数とか、そういうものっていうのはいくらでも偽装できるんですよ。で、そういうものを何て言うんですか、アピールすると人が集まってくるんですよね。人が集まるのって結構簡単で、例えば、私は100、ね、月収100万稼いでますって言えば、比較的簡単に人を集めることができるんですよ。やっぱりみんなお金持ちの話を聞きたいし、お金ってすごいパワーがあるから、私は100万稼いでますと。で、それにですね、なんていうんですか、を裏付けるようなデータを出せばですね、ある程度信用してもらえるわけですよ。でもデータっていうのはいくらでも加工できるし、偽装しようと思えばいくらでも偽装できるわけですね。だから実際今悪事がバレてきてる人たちっていうのも、そういうような形で、私は金を稼いでますとか、私は金持ちですみたいなマーケティングをしてる人が軒並みバタバタ倒れていってるわけじゃないですか。悪事がバレていったりとか。だからそういうようなことを信じる人っていうのは騙されやすいですよね。で、何をもって判断すればいいのかってことなんですけど、話してる内容ですよね。僕は今までそういう、なんていうんですか、怪しい人とか、言うたら偽物に騙されたことってないんですけど、なんでかって考えてみると、やっぱり話してる内容で判断するんですね。自分はこんだけ金持ちでこんだけ成功者ですって言っても、話してる内容がペラペラな人とか、そういう人はやっぱ信用してこなかったし、この人本物じゃないなって、なんとなく感覚で分かってたというか、があるんですよね。結局その中身のない人っていうのは中身のない話しかできないから、実際ですね、その人がどの程度、何て言うんですか、知識とか経験とかそういうものがあるのかとか、どういう話ができるのかってことを聞けばですね、この人本物か偽物かって分かるんですよ。だから逆に、自分は全く知らなかった、自分にとっては無名だった人でも、すごくですね、本質的な話とか、なんていうんですか、抽象度の高い話をできる人を見つけた時は、この人本物だと思って、その場でね、その人のメルマガ登録したり商品を買ったりしたこともあるんですよ。だから、見分け方としては、なんですか、すごく抽象度の高い話とか本質的な話ができる人、そういう人っていうのは本物である可能性が非常に高いですよね。そういう薄っぺらい人ほど、テクニックだ、ノウハウだっていう表面的なこととかね、今これが儲かるとかっていう、そういう話しかできないんですよ。で、その抽象度の高い本質論とか、そういう話は一切しないみたいなね、ことが多いので、もちろんそういう話をしている人が全部偽物っていう意味ではないですけど、やっぱりそういう話しかしない、中身のない話しかできない人っていうのは、仮にどんなに表面的なね、数値とかが高かったとしても偽物である可能性が高いということですね。で、その表面的なものっていうのは時代の流れとともに変わるわけですよ。移り変わるわけですね。例えばテクニックとかノウハウ、そういうものを、っていう発信したとしても、例えば10年前と今って全然状況が違うじゃないですか。わかります？ 10 年前に通用したテクニックとかノウハウって今通用しないものっていっぱいあると思うんですよね。で、そういう情報をずっと鵜呑みにしてると、ね、10年前はこの方法でうまくいったけど、今はうまくいかないとかってあると思うんですよ。
で、なんかこう、なんていうんですかね、すごく結果を出してる人の、例えば塾に入ったりとか教材を買ってやってるのに全然結果が出ないことってあると思うんですけど、それってなぜかっていうと、全然状況が違うからなんですよね。その人が成功した頃っていうのは、そのやり方でうまくいったとかあると思うんですよ。でも今そのやり方でやってもうまくいかないっていうのもあるし、私が今リアルタイムでやってうまくいってることをね、発信してあなたにお伝えしますって言っても状況が違うじゃないですか。まあ、ある程度自分の例えばリストがあったりとか、そのファンがいたりとか、そういう人が実践してうまくいったことと、その駆け出しの人が同じことやってうまくいくかって言ったら、そういうわけじゃないですよね。例えば YouTube なんかに関して言えば、じゃあトップ YouTuber がゲーム実況してるから自分もゲーム実況すればね、成功できるかって言ったらそういうわけじゃないじゃないですか。表面的なテクニックとかノウハウとかっていうのはそういうことなんですね。状況が違うから、トップ YouTuber ならね、私の好きなコンビニおにぎりベスト10発表しますって言ってそれでバーンと再生数が増えますけど、ね、そんなのこう無名の一般人っていうかね、 YouTube 始めたばっかりの人が私の好きなおにぎり10個発表しますって言っても誰も見ないですよね。興味ないし。だから状況が違うわけですよ。このやり方やればうまくいきますよってもうすでにうまくいってる人が言っても、やっぱりなんていうんですかね、それは状況が違うから、その人はもうすでにファンもいるし、まあある程度の実績があるから、この人が言えば何でもね、こう信じてくれる人がいるんです。最初にお話した表面的なものでブラフでこう人を騙す人っていうのはお金のパワーを借りてるわけですよ。お金持ちの話ってみんな聞くし信用するから、私はお金持ちです、お金持ってます、成功者ですって言えばぜひ話を聞かせてくださいというのが人が寄ってくるんですね。そうするともうその時点で洗脳されてるから、何を言っても信用してしまうっていうふうになるわけですね。もうそうしたらもう信者化してしまって、もう本物偽物が 見抜けなくなるわけですよ。だからしっかりとそういう状態になる前に自分で本物と偽物を見分けるっていうね、能力を磨く必要があるわけです。で、表面的なものをですね、見てしまう人っていうのはすごくもったいないことをするんですね。だから例えばこの人はまだ全然実績が出てないからとか、フォロワー数が少ないからとか、チャンネル登録者数が少ないから話聞かないっていうふうに判断しちゃうわけですけど、中にはこう未来の成功者予備軍みたいな人もいっぱいいるわけですよ。今は成功してないけども、ね、将来的に成功する人とか、例えば、なんていうんですかね、高校時代のイチローとかね、イチローの高校時代だけを見ると、まだ成功者とは決して言えないと思うんですけど、もう未来の成功者じゃないですか。でその時点で高校生のイチローの話を聞かないってなったらすごいもったいないじゃないですか。その時点では、ね、全然こう、なんていうんですかね、話を聞くべき相手じゃないと思ってても将来的に大成功するような人だったとしたら、ね、その時点で話を聞かないっていう選択をすることはすごいもったいないことだし、で、そういう人たちを見逃してしまうわけですよね。今でもこう、新しく何かこうビジネスを始めている人の中でも、やっぱりこう、すごく、なんていうんですか、いいこと言ってる人もいるし、本質的な話をできる人もいるし、まあ、未来の成功者予備軍という人もいっぱいいるわけですよ。そういう人たちを見逃してしまう、表面的なものだけで、今例えば結果が出てないからとかっていうことだけで切ってしまうのはすごくもったいない。で、10年前と例えば今を比較した場合、どっちがそのね、なんですか、その成功する難易度が難しいかというと、やっぱり今なんですね。選択肢がたくさんありすぎるし、市場もどんどん飽和してるわけですよ。例えば10年前に YouTube 始める人と今から YouTube 始めた人でどっちが成功しやすいかって言ったら、やっぱ10年前ですよね。競争相手が圧倒的に少ないわけだから、例えば今トップ YouTuber の人がもしゼロから今からスタートして同じように成功できたかっていうと、必ずしもそういうわけじゃない。だからその難易度とかも全然上がってるわけですよ、今の方が。 SEO 対策もそうですよね。昔はそういうなんていうんですか、ブラックハット SEO みたいな感じで、とりあえず非リンクばっかり集めればね、上位表示されたとか、キーワードスタッフィングでどんどんキーワードを詰め込めば簡単に上位表示が取れたっていう時代がありましたけど、今はもうどんどんアルゴリズムも複雑化して、そういうインチキができなくなったわけですよ。だからどんどん複雑になって難易度が上がってるし、参入者が増えてきてるんで市場が飽和するんですね。だから今の方が成功するのは難しいんですよ。だから今リアルタイムでこう、なんですか、結果を出してきてる人の方がより参考になるというか、自分に、ね、近い状態じゃないですか。まだ最近こうね、情報発信を始めたとかビジネスを始めたばっかりで結果を出している人っていうのは、やっぱりよりこうタイムリーに参考になるというか、その10年前とかにうまくいった方法とかを今言われても今その方法が通用するかどうかも分かんないし、ね、
結局それを真似してやったところで自分とその人では全然状況が違うからね。その人はうまくいっても自分はうまくいかないとか、もちろん向き不向きの問題もあるしね、っていうことなので、やっぱり全然結果が出ないというふうになるわけですよ。でさっきの、まあ、本質的な話をできる人、抽象的な話をできる人っていうことを言ったんですけど、本物を見分けるために一番必要なことは自分自身のレベルを上げることなんですよ。っていうのは、そもそも自分のレベルが低かったら、その何が本物だと思うかっていう基準も間違っちゃってますね。例えばこう何ですかね、成功者とか本物と呼ばれる人たち、本質的な話ができる人たちっていうのは、そういう表面的なテクニックとかノウハウとか裏技とかそういう話よりも、もっとね、あのマインドセットとかそういうすごく、まあ、抽象度の高い話をする人が多いんですよ。まあ見てもらえば分かると思うんですけど、ね、例えば億単位の年収とか稼いでる人がテクニックとかノウハウとかね、すぐに稼げるスキルとかって言ってることってないじゃないですか。そういう人ほどやっぱマインドセットとかそういうものをすごく大事にするしっていうことなんですね。だからもし自分がマインドセットなんかに全然価値を感じずに、もっとね手っ取り早く楽して稼げる方法を欲しいと思っているようなステージにいる人間だったら、そもそもマインドセットの話をしてる人の話をいい話だっていうふうに認識できないじゃないですか。自分のレベルが上がれば、あ、マインドセットってめちゃくちゃ重要だから、この人ね、マインドセットの話してるからすごく、なんていうか、本物なんだろうなって分かるんですけど、自分のレベルが低くて、テクニック、ノウハウ、裏技みたいなことを言ってる人にとっては、マインドセットの話をしてる人の話が響かないんですよ。だから、ここの本物を見分けたいんであれば、自分のレベルを上げていって、周波数を合わすわけですね。ラジオと一緒です。周波数が一緒じゃないと受信できないから、結局相手がいい話をしていても、それが本物かどうかっていうのは結局見抜けないわけですよ。このステージが低い人にとっては、裏技テクニックノウハウとかね、楽して稼げる方法みたいなことを言う人が本物だって思ってるわけですけど、そもそもそこがずれちゃってるから、せっかくこういい話をしているのに噛み合わないわけですね。だから自分自身のレベルを上げるってことはまず最初なんですけど、そうするとそういう、まあ何ていうんですか、表面的なものとかそういうものに騙されなくなるし、特に YouTube とかでね、分かりやすいんですけど、本当に稼いでる人って視聴者数とか少ないんですよ。それはなぜかっていうと、ちゃんと絞り込みができてるからなんですね。自分の見込み客とするターゲットとする人たちだけに響けばいいから、そういう一般大衆にね、こう何ていうんですか、あの見てもらわなくてもいいわけですよ。絞り込みができてるからこそ、本当にね、そういう億単位のお金とか稼いでる人、やっぱチャンネル登録者数が数百人とか、まあ、せいぜい数千人が限度ですよ。で視聴回数も数百回とかそんな感じなんですけど、収入はもう億単位のお金を稼いでるっていうことなんですね。だからそういう、なんていうんですかね、自分がまあタレント化して YouTuber として広告収入を得てるみたいな人はどっちかっていうと、まあ、全員じゃないですか、ね、偽物が多いというか、結局私は金持ちです、お金も成功者ですっていうので集めて、一般大衆をガッと集めてるわけですね。でもマーケティングも何もできてないから、見込み客の選別もできてないわけですよ。でも逆に本当に稼いでる人っていうのは、自分のターゲットが明確で絞り込みができてるから、人数が少ないと。でもその分このラポールが強いから、それだけでもね十分稼げてるってことなので、まあ、その辺あたりを参考にして本物と偽物を見抜いてもらえばいいかなと思います。では、今日は以上です。最後まで見ていただきありがとうございます。